パイレーツ16ドジャース、日本時間6日、キッツバーグ。ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、敵地のパイレーツ戦に2番・指名打者で先発出場し、3回の第2打席で5試合ぶりの15号ツーランを放つなど5打数2安打2打点だった。試合後は取材に応じ良くなるように毎日やっていますし、良い日もあれば悪い日ももちろんあるので。 それを毎日チェックしながらやっています、と話した。実際の動画、防犯粉砕、バックスクリーンへ叩き込んだ大家の15号ツーラン投手も悔しそう。最速164キロを誇る怪物新人ポールスキーンズとの初対決。第一打席では101.3マイル、約163キロ、100.1マイル、約161.1キロ、100.8マイル。 約162.2キロの直球をすべて空振りし、三振に倒れた。大谷は最初の打席なんかもあまり良いスイングだったとは言えなかったので、それを次の打席で打てたのはもちろん良かったですけど、各打席、素晴らしいボールを投げていたと思いますと右腕を称えた。第2打席では真ん中高めの100.1マイル、約161.1キロ。 の高速球をバックスクリーンへ運び、5試合ぶりの15号をツーランとした。スピードよりもアングルであったり、リリースポイントが特徴的なのかなと思ったので、それを頭に入れて次の打席に入った、と振り返った。これでメジャー通算185本目の本塁打となったが、100.1マイルの高速球を本塁打にするのは自身初めて。5回1・1塁の第3打席では右前打を放ち。 5試合ぶり、今季24度目のマルチ安打をマークした。7回1死走者なしで迎えた第4打席ではゴーアン、剛腕アロルディス・チャップマンの前に空振り三振を喫し、一発が出れば1点差だった8回2、2、3塁の第5打席では大きな雨日に倒れた。チームは6の10で敗れて2連敗。大谷は、いいアプローチ自体はできていると思うので。 最後自分のホームランで1点差になればまだまだ分からない試合でもあったので、かみ合わなかったかなと思います、と振り返った。